どうも田中夏希です。今日はテレビ収録がある日のお仕事ルーティンを撮ってみました。私が朝から晩までどんなことをして過ごしてるのか撮ったので、ぜひ見てってください。それではこう、朝5時、私はスマホにアラームをかけて5時で本当は起きる予定だったんだけども、二度寝をするタイプだから、ちょっと今回も音は止めるけれども、またちょっとゴロゴロしちゃう。ちょっと目が悪いからスマホとの距離めっちゃ近いね、目がね。で、ちょっと自分の体温を上げ中でございます。ちょっとね、やっぱ二度寝はしちゃうんだよね。なかなか朝起きれないんだよ。で、やっと枕の横には必ずメガネがあるから、メガネを装着してスマホちょっとチェックして、やっと起き上がるって感じかな。もうね、二度寝はしちゃうんだよね。そして次は、私朝から、今日はこの日は下着を洗ってました。やっぱ女性の下着ってね、洗濯機に入れると形が崩れちゃうから手洗いが必要なんだよね。本当はね、夜やるつもりだったんだけど、ちょっと眠くて寝ちゃったから朝に回ってきたっていう感じかな。もう寝ぼけながらこうゴシゴシやって、まあこれでちょっとずつ目も大きくなってきたかな。そして次、ちょっと喉が渇いていたので左右で、私必ずお水はちょっと温めてから飲む派なので、ちょっと電子レンジで温めてからのコップ一杯を朝起きたら必ず飲むようにしてます。なんかね、左右って体にもいいみたいだしね。左右なのか分かんない自分の、あ、吠えてる、朝からやめてほしい。ちょっとね、近所迷惑にもなりかねないからね。そして次、米を研いでいます。もう米はね、私の家族は、私の家庭ではもう炊飯器をそのまま使って米を研いでセットするっていう感じです。今回は7合だったかな、炊いたかな。そして次、コンタクト、やっとこれでね、目が、なんだろうな、目が正常の大きさになるはず。意識がやっぱコンタクトをすることによってはっきりしてくるんだよ。うん、パチリって感じで。で、今回はちょっと汗かいたから朝シャンしてました。で、ちょっと顔パックね、ちゃんと忘れずに。そしてこれから娘を起こしてお着替えさせたり、ご飯を食べさせたりして、はい、保育園に連れてきました。はい、今娘を保育園に置いてきたので、今から仕事現場に向かいたいと思います。今回行くのは五所川原の方まで行ってまいります。片道2時間半ぐらいかな。結構かかるね。時間がなさすぎて今日はスープ1杯しか飲まなかったから、めちゃめちゃお腹空いてる。現場に着いてからちょっと髪のセットはやってまいります。辛いので食べれるかな。今メイク中です。食べるとすぐ汗かいちゃうからさ、こうメイクも今回ハイライトなしで汗を抑えてもらって、お粉でね。で、今髪も、私ヘアできないからさ、やってもらうのがやっぱ一番だよ、プロにね。じゃじゃん、玉ねぎ、伸びたからな、いろんなとこにキビが。じゃあ噛んべたほうでしょ。噛み大事だよな、ほんと。まあ確かに谷間だけ見たらあれだけど、うん、なんかそれっぽい感じは出てて、スポーティーだよ、うん、いいよね。靴をつけてもいいですか。あ、はばかりました。はい、あ、まだそうだ、ショーパン履いてないんですけど。あ、OK です。大丈夫、履いてからでもいい。履いてからで、あ、わかりました、はい、じゃあ先に履こうか。よし、なんかもうただ裸に見えるんだけど。緊張してきた。どうですか。あ、いいじゃん、いいじゃん。あれ、今日一応朝マッサージ、顔マッサージしてきたけど、むくみ取れてんのかな、わかんねえや。完成でございます。それでは、ゴー。あ、すみません、どうも、お願いします。月さん、ここに、はい、私のおすすめは黄色いビタミンカラーの
別に偉そうに出してもいいですよ。いやもうこれで十分谷間出てるからなんかあれなんですよね。マジか、はい、成田さんの構成のおかげでおっぱいしか映ってない。そうそう、そう構成じゃなくてね、趣味趣味みたいな感じで趣味あっという間に ABA ナンバーワンの視聴数になりました。そうなんですか。3、4日で抜きましたよね。3、4日で抜きました。あ、本当ですか。すごい、良かったです。国産牛島町って3種類入ってます。その3種類味を割っていただく感じで、会話の中で出てきたものをピックアップしてまた作るので、全然自由に台本ないように自由にが一番重要。自由にやってください。ほらほら出回ってつまみ出してます。だからああいうなんかサムネラーやいうのにしてだからマジでそういうのも全部聞いてるので、やばい、全部聞かれてる。全部聞いてますよ。使われるオフの部分も聞いて、オフの部分の方聞いてるか。いただきます。OK です、はい、ありがとうございます。本当だ、シャリシャリしてる。初めてです。これ今普通だけどサラミって食べたもん。そっちの方が甘いと思うんですよ。赤くなるんですね。これね、はい、海苔いけそうな気がします。うん、海苔いけそうな気がします。いけると思う。そう、よし、いきまーす。5秒前、4、3、2。それでは、いただきます。冷たいのと辛いのと、そうですそうです、辛いの。ちょっと見るとどうなりますか。今休憩でございます。2個目の撮影まではちょっと合間があるので、その間にお腹をちょっとさすって直します。調整だよね。ちょっと待ってくださいね。はい、もうちょい冷めますか。あ、いいと思うかも。で、こっちを向きますか。こっちを向いて、はい、いきます。はいはいはい、大丈夫です。いきまーす、はい、3、2、1、どうぞ。はい、きつそうですね。いや結構これきついと思う。この自重トレーニング、はい、どんなこと言ってくれるんだろう。そうっすね、めちゃくちゃ真面目っすね。うん、おっぱい出てるからめっちゃファンキーなのかな。なんだ、何も言えねえ。今の時代にはこう何かハングリー、そう思ってる子かな。貪欲さというか、辛いのはあの子苦手なんだけど、こういう番組に出て頑張ったり。あ、なんか嬉しいな。口元から媒体でこう宣伝しようみたいな、ああいう貪欲さを感じる。最近の子じゃない。はあ、嬉しい。まあ、今の時代、地方からでも、まあ、YouTube っていうものを使って世界発信できる。絶対カメラ回ってるって絶対分かってた、このセリフな気がする。それだと思うんで、青森から、まあ、八戸から世界へ100点満点のコメントでございます。なんかあんまりいいこと言いすぎる。ちょっと長かったです。僕らも違う。日本でも辛いのに相当甘すぎね。マッチョだからそのスタンスはこう崩してほしくないですね。確かに、うん、でそれがあの子の魅力だよね。うん、確かに。でもどこかでこう、いやこれ私 NG なんですを見つけたい。確かに、それ僕は楽しみです。そうそうそう、こういうおちゃらけた番組だからこうわーっていくのかなと思ったら、最初の取っかかりって大体緊張するじゃないですか。そのあの子のこう誠実なところでまあ今だけのこと言ってるものなので、まあいろいろありながらハプニングがあるつつもなんとか無事終了しました。ファイヤー。午後6時34分です。ただいま撮影が終わったので家に帰っております。片道2時間半はもう結構長い、なので私はもう眠いでございます。 I'm sleepy。 うう
目がもう重いもん、閉じそう閉じそう。帰ってきた時にはあっという間に真っ暗になってて、天気も晴れから雨になってました。夜9時、本当は家着くまで撮ろうと思ってたんだけど爆睡してしまったのでここでおしまい。最後までご視聴ありがとうございました。また見てねー。